こんにちは。クリッカー、ツッキーです。キャデラック CT5、半自動運転システム、スーパークルーズを搭載。キャデラックは、ラグジュアリーセダン CT5 を発表した。キャデラックが誇るブランドレガシーを進化させた新型コンパクトセダンとなり、卓越したデザイン、パフォーマンス、快適性がさらに向上した。今回、世界初の半自動運転の高速道路運転支援システム、スーパークルーズをはじめとしたキャデラックの最新テクノロジーも採用されている。キャデラックのスティーブ・カーライル社長は、新型 CT5 について以下のようにコメントした。キャデラック CT5 は、アメリカンラグジュアリーセダンの開発における我々独自の優れた専門性を体現するモデルです。あらゆるディテールが走りの質を高めるとともに、五感を刺激する素晴らしいドライビングフィールを備えています。ラグジュアリーとスポーツをラインナップ。新たに採用されたファストバックデザインは CT5 の洗練された乗り心地を強調。ドライバーを中心に考えられた高度な技術と優れた質感を組み合わせたインテリアがエクステリアをさらに引き立てている。今回、ラグジュアリーモデルとスポーツモデルが用意され、好みのスタイルに合わせたデザインやトリムで自分だけの1台にカスタマイズすることも可能だ。日本市場への導入時期、価格は追って発表。カーライル社長は、キャデラックの開発において、カスタマーに新たな体験をもたらす新技術の投入が欠かせないと強調した。キャデラックは、世界で最も刺激的なラグジュアリーセダンを開発することに力を注いでいます。CT5 に採用した装備は、10速トランスミッションから、キャデラック独自の技術であるスーパークルーズに至るまで、その全てがカスタマーに比類のない体験を届けることに重点を置き開発されました。スーパークルーズの搭載車種を CT5 にまで拡大したのも、最も革新的な技術をお届けするお客様との約束をより確実なものにすることに他なりません。CT5 のスーパークルーズ機能は2020年から特定のモデルを対象に採用される予定。また、日本への導入時期、価格は今後発表される予定だ。